道が大阪、福岡、東京で行われた。その第一戦大阪大会はサンボとの対戦が人気を呼んで、大阪府立体育会館は熱気に包まれた。全日本チャンピオンの岡野は93キロ以下の計重量級に出場、ミシチェンコと対戦した。ミシチェンコ巴投げから十字固め、肘関節を決められて岡野はミシチェンコの体を叩いた。チャンピオン岡野の敗退に会場は静まり返った。勝ったミシチェンコは岡野を気遣った。関節技を狙ってきたら寝技で逆に抑え込みますよと言っていた岡野。十分に稽古を積んだ寝技への自信が逆に裏目に出てしまった試合だった。勝負に絶対はないと慎重に試合をした岡野だが、敗れたショックは大きく、引退を考えたほどだった。